八丈小島八丈小島は伊豆諸島の島。行政上は東京都八丈町に属する。住民の集団離島のモデルとして小学校等の教科書で紹介されることがある。東京の南方海上 287km、八丈島の西約 7.5km のフィリピン海上に位置する。周辺は海色崖けに囲まれており、 海岸線の大半が急斜面のピラミッド状の島である。標高616.6メートルの太平山がそびえる。かつては人が住んでいたが、1969年以降、無人島となっている。島内には学校跡などが残っている。周辺はスキューバダイビングのポイントであり、磯釣りのために八丈島から漁船で渡る釣り人も多い。ただし、 夜間に緊急事態が発生しても救助ができないことから、島内での宿泊は禁止されている。2017年11月1日、八条、小島全域、周辺の岩礁域を含むが、東京都長寿保護区特別保護地区、気象長寿生息地となった。鳥内地区の船着き場を上がったところには、長寿保護区特別保護地区、10月下旬から6月下旬にかけて、 純絶滅危惧種クロアシアホードリが子育てをしています。人が近づくと悪影響を与える恐れがありますので、繁殖地には近づかないようご協力をお願いします。という看板が八丈市長により設置されている。室町時代にはすでに住民が定住していたと考えられている。なお、平安時代末期の武将、源為友がこの島で自害したとの伝説が残っている。 八丈本島同様流刑地とされた時代もあった。本島との間に海流があるため、イカダや小舟では脱出不能とも言われ、特に重い刑を受けたものが流されていた。江戸時代から島の北西部に、鳥内、南東部に、宇月のに村が置かれていた。1908年、明治41年、八丈島の各村に当初町村制が施行されたが、八丈小島には、 施行されず、そのまま1947年、昭和22年の地方自治法施行により鳥内村、及び宇月木村が置かれるまで、名主制が存続したという、極めて珍しい歴史を持つ。なお、両村の名は、地方自治法施行以前から存在したが、上記の通り当初町村制に基づく法的な、正式名称ではなく、あくまで通称だった。1948年、 昭和23年7月に、爆病の調査のため八丈島で船を待っていた、佐々ガと加納六郎は、八丈島の住人が八丈小島を単に、小島と呼んでいることを記録している。また八丈小島へ上陸後、挨拶と調査への協力を要請するため鳥内村の村長宅の場所を訪ねたが、島民は、村長という言葉の意味を知らず、懸念な顔をしたという。 地方自治法施行時、鳥内村は100人強の人口があり、村議会を置いたが、宇津木村は1955年、昭和30年に八条村と合併するまで人口が50人程度だった。そのため、村条例により村議会を廃止し、地方自治法94条95条の規定に基づき、20歳以上の選挙権を有する者によって、村政に関する議決を行う。 町村総会、地方自治法94条では、総会と商数を設置していた日本唯一の村だった。いわば直接民主制が実施されていた地域であり、この点でも、地方制度史上極めて稀な事例である。1954年、昭和29年10月1日、町村合併促進法により、鳥内村と八条島の峰、貸立、中野号、 末吉の各村が合併して八条村となる。1955年、昭和30年4月1日には宇月木村と八条島の八条、大河合各村が合併して八条町となった。しかし、その後も過疎化が止まらず、ついには1965年、昭和40年頃から八条島への全島民移り案が出始めた。その理由は、 1966年、昭和41年の請願によると、が挙げられた。離島までの経緯は、1966年、昭和41年3月、小島の住民から八条町議会に、移住促進、女性に関する、請願書を提出。6月に八条町議会は、実情調査を行い、その結果を受けて、請願を採択。1967年、 昭和42年9月、八条町から東京都に対し、八条、小島の全員離島の実施に伴う八条町に対する援助の陳情が行われる。1968年、昭和43年10月に土地買収に関する住民との協議が成立し、1969年、昭和44年1月より離島開始。 全国初の全島民完全移住として注目された。6月には鳥内小中学校及び宇津木小中学校が廃校、全島民の移住が完了した。それ以降、現在に至るまで無人島である。8条、小島のマレー市場中対策が進んだ1960年代の日本は高度成長期のただ中にあり、日本人の暮らしが大きく変革を遂げていく中で、 小島の子供たちは中学校を卒業すると、八丈島の高校に進学した、東京の会社へ就職したまま島へは戻らなくなる、若者が増加し始めていた。古くから自給自足に近い暮らしの小島には、これといった産業は皆無に等しかったのである。島の将来に不安を持ち始めた島民たちの間で、全員移住という話が、具体的に持ち上がり始め、鳥内地区。 宇津木地区の代表は島民たちの声を取りまとめ1966年、昭和41年3月、八条町議会に全員離島請願書を提出した。島民たちの請願内容を要約すると、このようなものであった。同年6月、八条町議会は八条、小島島民の請願を採択した。同町長、池田陽太は早速上京し、東京都へ、 小島住民の意思を伝え、住費の協力を求めた。太平洋戦後、日本政府は、日本各地に多数ある離島の生活支援のため、離島振興法を1953年、昭和28年に制定したものの、人口の少ない八条小島その恩恵に預かることもなくここまで来てしまいた。9月には八条町による東京都への八条 小島住人の全員離島の実施に伴う八条町に対する援助の陳情が行われ、翌1968年、昭和43年東京都は全員離島対策措置費を都の年度より計上し当民との交渉が開始された。先行きの見えない将来に不安を持つ島民らと行政側による交渉や議論が重ねられ、同年10月16日、東京都八条市長において、 鳥内地区、宇津木地区各1名の代表を含む8条小島民、代表13名は全員離島、移転条件をのみご一緒に署名した。東京都が示した条件はまた、8条町からはというものであった。こうして8条小島からの全員離島が正式に決定された。これは日本全国初事例となる全員離島であった。1969年、 昭和44年3月31日、24世帯91人は、先祖の遺骨を抱いて島を離れ八条小島は、無人島になった。島の、主な産業は、失業対策事業の公共工事のほか、農業、漁業、畜産、天狗採主等だった。農業は時給の麦のほか、椿油用の椿や、養蚕用の桑を栽培していた。米は、 島内では育たず、すべて八丈島から購入していた。畜産は、牛が中心で、戦後の一時期にはバターを製造して1個あたり1から2万円、当時を稼いだという。肥育に必要な塩は海水を煮詰めて調達していた。電気は島内にある発電機でわずかに供給された、ものの、括弧に40ワット電球1個程度の明かりを灯せる、くらいの供給でしかなかった。 電話は1955年12月に毎日1時間だけ通話できる公衆電話が設置されるまではなく飲料水も雨水に頼っていたことから国内の離島の中でもとりわけ生活条件が厳しかったと言われる外部との連絡は1958年に週1便の定期船が就航するまでは公営の交通機関もなかったまた日本国内では極めて珍しいマレー市場中 フィラリアの一種による増皮症も存在していた。漁民の間では、エビス信仰があったほか、鳥内村には、戸隠神社、宇津木村には、ためとも神社という神社があった。源のためともが島に上陸するときに、糊で滑って転んだため、糊が生えないように図素したので、宇津木には、質の悪い糊しか生えなくなったという伝承があった。 最盛期の全島人口は513人。全島民撤退直前の島の人口は宇月村9個31人、鳥内村15個60人で、大半が老人と子供であった。現在も鳥内とうつきに港の跡があり、上陸が可能で、鳥内の方が上陸しやすい。ただし、小学校跡などの建物は崩壊しており、 道路も一部で風化しているためルートが分からなくなっている。八丈小島には野ヤギが生息しており、このことは絵本やテレビなどで紹介された。小島の野ヤギは、島民在住中に家畜であったヤギが逃亡し、急峻な地形の中で捕らえられずに野生化したものが最初であり、その後、移住の際に置き去りにされた個体、それらの子孫が繁殖して、 現在に至っていると考えられている。島が無人になったことから異常繁殖し、一時期は800頭以上にまで増加した。その影響で都の天然記念物に指定されていた浜本東北の植物群落の消失による島内の環境悪化及びそれに引き続く海への土砂崩落による周辺魚への悪影響などが問題となり、その対策として八丈町はヤギを捕獲、保護して、 里親を募集したこともある。2001年に開始された野ヤの捕獲は5年間で、数頭のオスを残すのみとなり、現在では、野ヤ駆除事業は終了している。なお、一部の書物等に、移住の際に、観光庁の命令で、ヤギの移動が禁止され、その結果やヤギが発生したとの説が、記載されていることがある。しかし、八条町及び、 東京都八条市長その他の観光庁には、そのような命令を出した記録はなく、逆に動物の遺送を記録した写真及び文書が存在する。そのため、上記の説に関しては、否定的に考えるのが妥当とされる。一部の島民が離島の際、ヤギを放してきたいうのも事実である。2013年4月、国際自然保護連合が純絶滅危惧種に、 指定している大型の海鳥クロアシアホードリ約30羽が繁殖活動を行っていることが市民団体によって発見された。鳥島及び小笠原諸島から飛来したものとみられ、このまま繁殖地として定着すれば世界最北の繁殖地となる可能性が高いという。さらに翌く2014年1月6日クロアシアホードリの熱害が放乱していることが確認された。また同日、 特別天然記念物のアホードリとコアホードリの飛来も確認しており、将来アホードリ類にとって有益な繁殖地となると見ている。2017年には8ペアの産卵とサンバの孵化、ひなワの巣立ちにより世界最北の繁殖地となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。